さあ、今回のスノーフォールはね、めちゃくちゃ気になる能力があるんで、それをね、使っていこうかなと。さあ、ここに。さあ、またヘビーですが、と。さあ、このロング棒に、ガラスの大砲、ダメージが大幅に増えるけど、ヘルスポイント減る。まあ、でも弓だから大丈夫っていうところで、試してみたいなと。で、とうとう、壁上げて、もう1ポイント欲しいですよね。まあ、でもお金ないパターンだとあれか。建築家の表記がいるか。壁と、塔を強くして耐え切るか。な、こうですかね。攻撃力でしのぎ切るみたいな。スタートのお金増やす的な。やつがあれば、それでヘビを無力化できるけど。あ、ここは最初に壁も置けるんだね。前回言った最終マップはね、もう壁置かしてくんなかったんで、その点が大幅に違いますね。さあ、兵舎置いてもいいと。まあ、ここと手堅く、いいかな。で、途中の強化もダメージに振れば、相当な。そうだね。足んない足んない。どんだけ食らうんだろう、こっちは。あれもお金結構落ちるよ、今の。あれついてるよね。最終でプラスだよね、確か。まあでも3しかないか。それでも。さあ、これもう。これだ、改良型のやつ。お金にしないと。3発か。元はじゃあ4か5とかなのかな？いや、これくらい2発でいけるかなっていうね。まあ、これだと比べればかなり火力は出てるか。強いけど。あれ2体でしたから、まあまあそれくらいなら。さあ、とじゃあここだと畑を守るように置きたいから、あ、ここがある。ここは最前線。あいつの攻撃一撃で殺されそうだな。もともと火力高い敵の攻撃は警戒だね。やはりお金は少ないね。さあ、弓か。弓大佐が弓。畑も置きたいな。まあ、いいか。これなら家かな。で、多分次のラウンドで壁かな。次かその次か。弓は2発。こっちに関しては1発。あ、でもこんなもんか。全然ワンショットで死ぬわけじゃないから 大丈夫だね。さあ、これここが問題です。畑と家で、次空が来るはずだから弓かな。あんまこっち見向きしないね。
まあまあギリ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 壁がなければ終わってた。20-20か。いや、ここで強化しておく方が。で、ダメージ 100% アップで、この、暗殺の訓練、微妙な気がするから、こっちかな。弓だと特に近接なんで使いづらくて、HP 上げた方が、緊急時にはいけそう。これ、この近接2発でしょ。これ固定砲台化しよう。多少は弓受けれますから。痛い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 。畑がやられるうちの痛い痛い痛い。危ない危ない。畑はしょうがない。あ、ギリギリ一発じゃないんだね。波がなくてもこれやられててもお金入るけど、1日やっぱ2しか入ってこないね。あんだけ40体倒して2なので、もう知れてます。ここにもっとおとり壁があれば守れるか。あの空2つの塔でいけるはず。やっぱ蛇無力化する何かがありそうだよね。そっかね、2落ちて。蛇の効果落ちづらくなるですけど、最初に2落ちて以降出ないから、なんかもう1回2しか落ちないみたいな、そういう意味なんですかね。もう割合とかじゃなくて、何があっても2しか落ちないから。ある程度何でも置けるけど、お金がないから何にもあんま置けない。弊社を2つ作るか。そうしよう。ここが狩人ですね。畑、あいつは潰してくるかな。収入系畑かね、悩ましいですけど。家畑か、まあ、畑置いて強化した場合、壊されたら何にもなんないから、基礎的収入を増やしつつ。4ね。畑は収入で使うことがもうほぼね想定されてないから、このゲームは。これは風よけ、これね、置くとかしかないね。いいよ、壁に向かう分はこのまま。さあ、また来た。よし、2つ守ったぞ。次は前方から空。このまあいけそう。この巨大イマンが大変そう。対弓で行こうかな。まあ、狩人たちが魔物を倒すから。手堅く。あ、でもそうだ、バーサークいたね。わ、これ行ってみる、ちょっと。強化して指揮官つけたくなってくるな。
塔1個、まあまあ守る、あでも前線にも置きたいかな。2つの塔置くか、家を4軒置くか。4軒、3軒だね。家を3軒置こう。さあ、他のとこは勝てるはずなんで、正面を。いや、バーサークはこいつに強いんでしょ。あ、いい火力だ。ちょっと殺されそうなんで、一、二撃でやられそうだから、近づけないですね。ほら。一旦行ってみようか。まあ、そんな。もうちょっとお金落ちてるんじゃない？今、3くらい落ちてない？お、一撃。一撃です。これじゃ固定放題だ、ちゃんと。あと畑が、例年並みにね、破壊されてますね。ビッグマン。全方位から3方位。来るので、さあどうしようか。まあ、どうしよっかな。バーサークオンリーで行くか。ここは。まだ、ね、こっち上げればいいかな、それなら。でも8か。それなら。で、ここロング棒でいいですね。20枚。だこれは騎士か、バーサーク。あの他の交代機やホイニット狙いますだもんね。騎士とのシナジーで言ってもらうか。ね、壁置いても多分来るから関係なくて、それなら、塔を増設した方が。兵舎守んないといけないからここで戦って、いよいよバーサークロングボウ、多分単純な1対1もうちの方が圧倒的に強いはず。バーサークを倒しますからね、こっちは。もう近づいたり地域なんで体力あんまり意味なかった。そういう結果ね。こっちに関しては。よし、あれで一手打ち取ったわ。下が壊滅する。畑にだけは手を出させんぞ。よし。オッケー、ロングボーいいね。騎士、バーサーク、相性が多分相当いいはず。うん、正面から30と50。もう薄壁1枚作っとこうかな、じゃあ。こっちは。まあ、許可してないからね。幕張でいいや。さあ10枚は決まってます、バーサーク。だこのヘビモードは、序盤を切り抜けたらなんとかなるけど、割と。まあ、自利品ならしんどいですけど。本来ここで本拠地強化とか住んでるはずなんで、ね、全然足りないと思うんですけど。弓が。いた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 。これ、髪の裏から撃ったことはとりあえず。あんだけ置いてフレイルとかなんだけど、騎士が頑張れば。お金3枚。そこは騎士の活躍。
いやー、ちょっとマシです。あれ、これは最終の1個前じゃん、もうやば。え、もうこれ収入しかないね、最終に期待するんであれば。破壊され、まあこれ絶対守れるから。まあ畑は1で1だからね。次に綱、まあガランか。ここの塔は強化案件ですよね。まあでも上げたとって多分潰されるか、カタパルトに。ここもじゃあやめとこう、意味をなさないはずです、あんなところは。よし、とりあえずこれで側だけ完成したね。ロングボードが来ても変わんないから、進めて。さあ、この後に待ってんのが対戦フェーズね。ここに向けた最後の収入フェーズなんだろうけど、こっちの5はまあロングも動く、ね、こっちの15が我が軍を蝕むはず。いや、塔な、あんまり奥予算がなく、ロング棒の数は重要だね。本拠地は上げられなかったと。曲げたけど、上げてその強化先はどうせできないから、塔5をその次上げるとか絶対無理なんで、あまり関係はないですかね。7だと塔2個作れる場所があれば作れるけど、もうないので、どっか1個の塔を強化する。あ、いや、ここね、ここに置いたとてね、4残しでは何もできないね。カタパルトがある以上、この辺上げたとって多分相当狙われて破壊されるだけで、ここだな、よし。正解、そこだ。これは一撃マンが来る。これ。はい、よ、ナイスナイスナイス。バーサークいいね。こんな前でさ、ハリウッドって。殺されに行ってるようなもんですけど。上上上ね、上、そらそらそら。ここ早めに終わらせて、他のとこに味方の軍を送らないといけないと。あの畑はおとりにもならんな。よっしゃ、強っ。とんでもないよ。暗殺でよかったかもしれないですね、思ったより。まあでも上げて、どうせ一撃だもんね。上げてなかったら他のやつの一撃でしょうかもしれないから、このガラスの大砲で上げるこの火力ね、なかなか難しいところ。任せろ、僕は。まずまずの本気が、いつの間にか、どっから、これ上かな、右上か。開いてましたね、うちの。お、ヒア工場、ああ工場兵器強いんだね、ここがね。お、さあ来ました。あ、さあここに入るんだね、強化、そういうことか。ちょっと行ってみる、どういう弓なんだろう。普通の弓、ロングボウではないってことだもんね。でも狩人よりは広いのかな。ベースが火や。あれは遠目から、ああいいねいいね。あれ強いんじゃない、かなり強そうだぞ。
これ一つ見えましたね。まあ、どうしよっかな。カリまあ、カリウドはつけるか。こいつなら遅くできるから、そこで弓を打ってっていうのができるんで、死ななければね。で、炎がこう効いてくるから、遅くする槍とのシナジーが今発生しますね。で、これをめっちゃ増やす投資ができないと。あ、いいね。そうそう、それそれそれ。あれが兵器にどう効くんだろう。めっちゃ速いのかな、クラウンが。でも雑魚にもだいぶ効いてる。とどまるような敵には。で、これ空に対してどうなんだいとつけとこうかな。あ、撃ってはすんのか。あ、でもダメージ低めだね。やめてくれ、家を、うちの家を。きついきついきつい。何もできない。何も。空にはもうとにかく弱いと。やばい、ギリギリか、これかなり。ギリギリいけなそう。まあ、じゃあここで奥側狩人、こっちヒアは無理か。うわっ、あ、復活に時間かかるけど体力2倍。あれは入れるやつだよね。うわー、いや、得点足んないな、全然。ちょ、これはやめよう。もうちょっと。もうもっと先にしよう。このクエストは。つまんなすぎる、これ。なら、早いとか、ダメージ高いとか、体力多いとか、そっちの方がいいかな。すべてと体力2倍。うわー、まだこれなくして入れてったら、耐久、耐久で。で、こういう体験あるなら、こっちの壁いらなくなるかもしんないね。で、まあ、剣闘士学校で、訓練かなり早くなる。かなり時間、ちょっとこれかなりってのは曖昧だけど、かなりかなりで総裁できそうじゃない？コスト高くなるけど、体力が2倍で、復活時間普通に、ニュートラルになるかもしんないね。そうなれば、舞台特化でいけるけど、得点増やしていかないとなんか色つけらんないね。